2つ目が27,600。楽しいですね。これだよねっていう感じするぐらい、ね、まあ、決定打が出ないっていうのは、はい、ある意味本当皆さんの腕ですよね。出さないっていうのも大事なんで。さあ今のところ打点的に最高なのが 1,3,2,6 ですからね。あ、なんかラブナンドラさんもありましたけどね。いろいろありましたけどね。役本一とか、ね、出そうなところまでは言ってましたけど。ワンガン出ない。さあドラ9万、親のハイパイまた面白いですね。ローマンアンコ、うわドランコじゃない、9万ワンコだ、うわ決めたいですね。あでも来季も悪くないですね。悪くはないが、あ中林さん悪いですね。きちこれ二統一、二統一ゼロメンツ。とてもトンからとか切る手じゃないっていう感じですね。すね、まあ、守備面に関して得意ですからね、もうね安心感もありますよね。圧倒的に、ただ守備したい局面じゃないんで、わかります、ね、かなりきつい手もらっちゃったなっていう感じだと思いますね。初重なったぞ、動けるとどうします、さばくかどうか考えたと思いますね。形はいいんで1枚目はなんか来季はスルーしそうだけど、2枚目泣くか、初出るぞ、あまだだ、はい重ねたがってますね。長さん初出たぞ、うん泣かない、ちょっとね来季のバランス的には河野さんのおっしゃる通りでしたね。もう一つ役配が重なるとだいぶ泣きやすくなるんですけど、すか、うんうん、中島さん泣きますよね。泣いちゃいますね。あ2枚目仕掛けた、なんか泣いた後なんちゅんの両面だぐらいに思って、うん中島さんっぽいですね、やってそうな感じですけど、うんうん、でこれは吹かしやすかったと思うんですよね。普通に泣きってちょっとね、あなんかまだかとか思って1枚目から泣きたくなかったになるんですけど、これ形がそんなに悪くないんで上がりは取れそうですよね、うん、なるほど、うん、逆にその仕掛けに舐められてというかまだ遅いだろうっつって切られると、うん、単純に上がりが取りやすそうな形ですね、うん、打点も見たかったし、まあ、スピードで親を落としてもいいかなっていう展望状況にいるんでスルーしやすかったのもあると思います。あなるほど、うん、まあ、2抜きでも結構それは1抜きの方が良かったんじゃないのとかいろいろありますけど、今回は結構良さそうな判断だったってことですね。ね、一杯は持ちづらいってことですね。まあ、チューン重なったらね、役々トイトになるかもしれないんで、打点はちょっと見てますね。いや、親が進まない。ドラさんのこちらはどうだ？なん。さっきからなんだっけ、イオニなんていうのなんですか。初知りなんだけど、それ。な。あー、チートイツイシャンテン。いや、うまいことやってますね、うん、中林さん。何見るも無残な言い方がきついですね。えでもリーチ行きます、リャンピン短期は行くと思うんですよね。リャンピン短期、はい、その心は、リャンピン短期はかなり打ちやすいと思います、ね、自分のカーも込みだし長谷川さんの3ピン3ピンもあって、見てください、ヤンマンポンですって、トイトイチュンにしたい。これ2と1と8しかなかったですよね。泣きやすいんで、仕掛けやすい牌があるから今回はチートイツではなくトイトイに行ったということですか。ウーマンはあんこですって、危ない方から先に来る。ただ嘘引いても嬉しいんで、これはそうですね、形がまだ両面両面ではないっていうことですね。おーチュンだ、止めてますね。チュンつも切りしなかった。ウーマンワンカンできるとどうする、つも番欲しいですもんね。どうする、カンか、うん、これはカンだと思います。はい、ウーマンのアンカンです。白鳥シンドラがチーピン、チーピンって長谷川じゃなかったでしたっけ。うわいきなりと思っていた。でもこれ、あ白鳥これチーピン解消、熱いですね。いやこれ選択ですね。ピンズの方がよく見えるんで、チーピンちょっとよく見えますね。確かにそうか、ピンズめっちゃくちゃ内側切られてますね。中林さんが不明だと考えてで、シンプルに枚数で数層打つんじゃないですかね。ウーソ1枚切れなんで見えてる枚数、はい、でドラもチーピンになったんで、まあ、シンプルに数層打ちそうですけど、いや難しい、いや嘘なら2枚いるぞ、どう選ぶ。めちゃくちゃ上がりたいから数層泣かれるのも嫌だとかちょっと思ってたんだと思うんですよね。うん、でもここは数層だ、この数層が泣かれるポンだ。話変わってきましたね、これいろいろ変わる。あチューン行ってもいいですけどね、今のチューン残してますね、うん、中林さんにちょっと切りづらいもあると思います。3層行きましたよ、チューンバックの
手も組めるぞ今瀬戸際ですね、かわすかみたいなちょっと危ないからかわすかみたいな感じの瀬戸際だったと思います。逆に張さんからこれすぐにチューンが出なさそうになりましたね、数層なくなってちょっと中林選手の仕掛けが普通の仕掛けじゃないっていうかトイトイ寄りの皮になってるので、うんうんうん、一番いきれとはいえかなりあションパイかごめんなさい、うん、切りづらいですよね。いやこれは無理でしょう。チューン出た、どうする中林さん、どうしますか。取るでしょうね、テンパイ、テンパイ取った、取るでしょうね、E ピンとパーピンのシャンポン、これいい待ちじゃないですか、かなり。あ、パーピンがもちもちか、でも E ピンいますよね。パーピンもちもちなんですけど出る可能性あるパーピンですからね、あれ。でも出る時ってシャンポンチーピン待ちにするってことか。あ、テンパイだ、どっちにする、チーソーバイチ仕掛けに注目が集まって、中林さんがチーソー切ってるっていうのが大きくてチーソー短期にするのもありますね。ドラキューマンでそもそもチーマンが期待できないとなったら、ウーマンがでも勘されてる、勘されて余計にいいですねはい、ということで枚数でもこっちが優勢ってことですね。チーマンにしましたね。でこのチーマンがなんと山に3枚3枚いるんです。このドラそばのいますね。チーソーでも2枚いたんですよ。だから浮かしてる牌自体はなんかこうピント合ってる。張れるか、いやうそ、いや振り手のはいいか、もう一回ローピンいきます。結構チーソーもいいですけど、ね、今度はローピンが打ちづらいとかもありますからね。はい、なるほどなるほど、じゃあうそだこれは。いや振り手ですけどどうしますかね。けど ローピン3枚見え、3ピン2枚見え、パーピンは？パーピン見えてない。パーピン見えてないんですけど、中林さんのポンで出てきた9ピンなんですよね。近く持ってるじゃないですか、ね、自分がチーピンあんこな分かなりパーピンは中林さんっぽいなって考えてるんで、振り手でこれにするのはどうなんだみたいな感じだと思いますね。中林さんどうされます、これ振り手にします、それともチーマンでいきます。いやすごい悩むとこですね。しかも絶対逃したくない手になっちゃったんで。どれぐらい、僕は振り手にはしないです。チーマンだ、はい、そもそも ローピンの方がね、まあ、切りやすいんで、はい、そっちを取るかな、けど難しい判断だと思いますね。ですよね。さあ E ピンまだ2枚いるぞ、これかわせたら OK です。中林さん、あれ E シャンテン三蔵打てますね。三蔵は先ほど長谷川切ってる来季打ってるんで、打てますよ。チーマン山さんなんですよね。そうなんですよ、チーマンがどこに行くかで張さん参戦です。これ数万急走切ってる、 E ピンいる、ウーピン、あこれでも E 走も通ってんのか。そっか、中林さんがしてないんですもんね、トイトイにしなかったんですもんね。そう切ってますね、カンニャンゾもあるな。チーマンだ、危ない、めっちゃ危ない、めっちゃ危ない、すごい、え出なかったぞ、チーマン出ないぞ、まあ、ションパイっていうのもありましたね。積もった、初ドラさん、ここで出た2004戦がやっと出ました。しかも一番2004戦じゃなかった人だったんですけどね本当ですね、初ポンからの時はまだ1000点でしたよ。2004戦は1本番2100、4100、これで長谷川が抜けましたね、抜けましたね、トップ面。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。